ただいまより2022年度京都会議 Beyond the Border アスパックでつながる世界との可能性を開会いたします。公益社団法人日本青年会議所2022年度国際グループコンベンション支援委員会増田よし子と申します。2022年度 JCI アスパックが2018年の鹿児島大会以来4年ぶりに日本の大阪堺田会市の地で開催されます。本セミナーではまず JCI が国際組織であることを理解していただき、国際組織であるからこその強みなどをご紹介させていただきます。そして第2部では大会実行委員長をお招きし、2022 JCI アスパック堺田会市大会の魅力について対談形式にて発表させていただきます。それでは第1部よりご覧ください。青木君は JCI でものすごく出向経験が多くで、いろんな経験を積まれていると思いますが、JCI から見た JCI 日本ってどういうふうに見えているんでしょうか。まず一つはやっぱり世界最大のメンバー数がいて、圧倒的に多くの事業を、全国の労務、日本青年会所で展開をしているというところで、やっぱりちょっと他の、ノムと比べると、圧倒的にこう世界で一番 JCI 運動が盛んな国なんじゃないか。他の国々は事業というよりはどちらかというとその支出向上そういう力ある、地域によってもそのやってることってバラバラなんだけれども、やっぱりトレーニングの重きを置いたりとか、ロム数が少なかったりすると、そもそも各ロムで年間で1事業ぐらいしかやらないので、あとはメンバーのトレーニングとか、交流をメインにやってるような国って世界に多いんですけれども、実際ジャパンでいうと、全国に690ぐらいのロムがあって、それぞれのロムが年間いくつも、街づくりの事業を行ったりしている、トータルと年間で JCI ジャパン全体で行っている活動数とか事業数っていうのは圧倒的に世界中の中で最も多い。国によってそれぞれの JC のあり方って違うんだけど、そういった意味ではこの日本青年会議所、日本の青年会議所っていうのはその辺のこうやり方っていうのを追加しているありがとうございます。その中で、JCI 日本として、こういったところが足りないんじゃないかとか、こういったところをもっと力を入れるべきじゃないかということがあれば、ぜひ教えていただきたい。国際の観点で言えば、こんだけJCI に貢献している日本の青年会社のメンバーが、やっぱり日本人特有のこの英語に対する苦手意識で、この国際の機会を随分無駄にしているとか、損してるんじゃないかというふうに思います。世界会議とか、アスパックとか見ても、大体登録の、今年でいうと本当に 50% ぐらいは、JCI ジャパンのメンバーが登録をしてくれてるにもかかわらず、やっぱなんとなくこう積極的にいろんなファンクションとかに参加しているのが海外のメンバーが多かったりして、やっぱりこの英語に対する苦手意識っていうのがちょっともったいないんじゃないかなと。噂ですけど、最初青木さんは全然英語は喋れなかったというのをお聞きしてまして、そこはどういうふうに克服されたんですか。義務教育で英語を勉強してるんで、中学高校で大小勉強してると思うので、自分も JCI に入るからほとんど海外とかに行ったことなかったんですけれども、JCI の中でいろんな人と触れ合う中で、やっぱこの自然と英会話のトレーニングっていうんですね。で、日本人は英語を勉強してるんで、ちょっとトレーニングして、あとは話そうって思えば、なんとなく下手くそな英語でも話が最初はできて、それがだんだんこの経験になっていって、最終的には英語が困らないレベルぐらいまでは話せる。だからやっぱり普通の日本人の人って自分英語喋れないからっていう人多いんだけど、そんなことはなくって、自己紹介くらい英語でみんなできるだろうし、その程度のところから始めて、国際大会にどんどん積極的に参加をしていくってことで、英語能力だけじゃなくて自分のビジネスとか、人生の幅っていうのもすごく広がるから、せっかくこの国際っていうものがある青年会社に所属をしてるんであれば、そういったところはやっぱり一歩勇気を持って見出してみると面白いかなって。貴重なお話ありがとうございます。今年はアスパックが日本であるということですが、JCI の方ではその日本がやるということで何か期待されていたりとか、そういうこともあるんですか。やっぱりこのコロナになってしまって、2019年の知事大会からリアルのアスパックがなかなか開催ができないということ
ね。まあ、今年のアスパックどうなるかわからないんだけれども、やっぱりこの、うん、まあ、みんな日本に来て、あのアスパック久しぶりにやりたいというところがあるだろうし、まあ、やっぱりこの JCI ジャパンとして、海外のメンバーを迎え入れるっていうのが結構大事なことなんだろうな。そうですね。なんか最近、障害の機会というのはすごく減っているので、まあ、そういうところでも、やっぱりいつもおもてなしとかそういったトレーニングになるし、我々としてもちょっと力を入れて臨みたいなというふうに思いますので、また次回それぜひたくさんのメンバーの皆さん参加していただきたいと思いますので、ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。本日は貴重なお話ありがとうございました。よろしくお願いいたします。まず東京 JC さんが今姉妹交流されているロムさんというのはいくつぐらい終わりになるんでしょうか。はい、今姉妹締結を正式にしているロムというのは6つですね。JCI メルボルン、JCI ソウル、JCI フィリピン、JCI 台北、そして JCI シンガポールシティ、そして JCI セントラルというような6カ国と申しております。なかなか多いですね。やっぱりそうですね。ただもうかなり古いところもありますので、まあ、どういった経緯で、というのか分からないところもあるんですけれども、ただまあアスパックとか世界会議とかではいつも一緒に会議をしたりとかね、でそういう部分で交流はずっと続けてます。今でも結構交流をされてたりとか、はい、その国際会議ごとに交流されているような形ですかね。そうですね、やはり集まりやすいですし、やっぱその時間を使って、まあ、お互いどんな事業をしてたとかですね、そういったことはよく話してます。なるほどですね。今その交流を続けてこられるにあたってですね、一番最初のきっかけ、姉妹交流をしようと思ったきっかけが分かるロムさんっていくつかあったりしますか。まあ、私の記憶にあるという部分になってしまうんですけど、 JCI セントラルというところがモンゴルのロムなんですけれども、それがですね2013年のアスパックでディスカッションをしようみたいな話になって、まあ、姉妹締結するだけじゃ意味ないよねっていう話が出まして、それだったら姉妹締結する前に一緒に事業をして、それでからお互いを知って、しっかりと姉妹締結しようということで、2014年から13年にあって2014年から事業共同事業を始めて、そして2017年やっと締結したという形になってます。まあ、その際に何か苦労されたエピソードとか。やはりまあお互いの思いっていうのはやっぱり最初から一致してたのかなというふうには思います。ただ何の事業をするかっていうのはですね、なかなか難しかったなというふうに思うんですが、まあ、一緒にやったのが JCI セントラルというモンゴルのロムなんですけれども、まあ、モンゴルってやはり相撲が盛んで、やっぱその頃って白鵬とか朝青龍とかがすごい活躍していた時だったの で、東京がワンパク相撲全国大会を主催にしてますんで、そこに一緒にやってみようかということで、向こうがモンゴル大会を開いて、その優勝者をワンパク相撲全国大会に呼ぶというような形でできたので、まあ、やりやすかったのかなというふうに思ってます。でそれを通じて交流を深めて、で姉妹締結に至った。そうですね。なるほどですね。今そういうこういうコロナ禍で、例えば国と国との往来っていうのが、そのなかなか難しい中で、今どういった交流をされているとか、こういうコロナ禍でも何かできるような交流をされているロムさんっていうのはあったりされますか。はい、やはりですね、そのアスパックの時とかもですね、やはり会議、ズームですけど会議も開かさせていただきましたし、そのモンゴルとはですね、やはり子どもたちは来れないですし、やはりモンゴルもちょっと苦しい状況だったみたいなので、コロナによってやっぱり大会も開けないということだったので、うん、じゃあちょっとお互いの文化交流をしようよという話になって、なんで向こうの子どもたちと日本の子どもたちに、まあ、お互いの国の、まあ、イメージだったりっていうのを、うん、お絵描きというような形でやってもらって、そしてそれをインスタで上げて、で、いいね数というかね、あれで競うみたいな形で、まあ、で、向こうから本物もちゃんと送ってもらって、それで全国大会でそれも張り出させていただいたりとか、だからまあできることは全然あるのかなというふうに思いますね。なるほどですね。今そのインスタグラムとかああいうやつを活用して、その国際交流に活かせるっていうのはすごく距離が縮まったような部分もあるんですね。うん、何かその海外の方と、共同でやった事業とかで、なんか思い出に残ってる事業とかってあったりしますか。そうですね、やっぱり一番思い出に残っているのは、そのスモーキーマウンテンベースボールプロジェクト、SMBP っていうふうに呼ばれてるんですけれども、これはJCI マニラとの共同事業なんですけど、まあ、スモーキーマウンテンって要はスラムなんですよね、うん。ゴミの山、どっかで多分火がついてるのか、常にもく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 しているような環境にいる子どもたちに、まあ、少しでもその社会に出るチャンスをあげたいということで、マニラはすごい野球が盛んなんで、野球を通して、やりたいと。ちなみにその交流するときに英語ができないメンバーさんも結構いらっしゃると思うんですけど、そうするとその英語ができるメンバーに頼りきりになってしまったりとかっていうことはあまりない。
そうですね、やっぱりまあもちろんこの式典とか要請書ではそういう人に頼らざるを得ない部分はあるんですけれども、喋れないメンバーもいますし、逆に言うと向こうも喋れないメンバーいるんですよ。だからお互いもう本当に中1中2レベルの英語でなんか一生懸命意思疎通したりとか、まあ本当に最初の一歩は勇気がいるのかなと思いますけど、一歩踏み出しちゃえばこれほど面白いことはないなというふうに僕は思います。その日本の中で、ロムで何かをやる、そのポソ地区で何かをやるっていうのも確かにすごい楽しいことですけども、その半径がさらに広がる、世界っていう半径に広がるっていうのは本当に大きいことだと思いますし、逆にこの JC のバッジがなければお前誰だよみたいなとこから始めなきゃいけない、そのワンステップがないっていうだけで、まあ、本当に違うんだなと思いますし、それができるチャンスが40歳までしかない、海外事業どっか行かないっていうふうに言われたらですね、行ってみるっていうのが最初の楽しみ方かなというふうに思いますので、ぜひですね、怖がらずに本当にまず一歩を踏み出していただきたいなというふうには思っています。それではここからは第2部、来たる JCI アスパック堺高石大会を始めさせていただきます。第2部のファシリテーターを務めます公益社団法人日本青年会議所国際グループコンベンション支援会の高木隆太と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは第2部では、アスパックが鹿児島大会以来4年ぶりにここ日本の地にて開催されるわけでございます。本日は一般社団法人堺高石青年会議所、そして JCI アスパック大会実行委員長であります関口宗近君をお呼びして、アスパックのお話から大会の魅力までさまざまなことをお聞きしたいと思います。それでは関口実行委員長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはですね、大会が4年ぶり日本の地で開催されるわけではございますが、そもそもアスパックとはどんな大会なんでしょうか。はい、私たちが所属する国際青年会議所 JCI はアフリカ地域、アジア太平洋地域、アメリカ地域、ヨーロッパ地域と4つのエリアに分かれております。 JCI 日本が所属するアジア太平洋地域で開催される会議のことを JCI アスパックアジアパシフィックエリアカンファレンスのことでございます。はい、ありがとうございます。私もですね、このコンベンション支援会に拝命させていただいてですね、このアスパックについて勉強しておるわけでございますけれども、まあ、このアスパックの開催意義として、個々の交流と世界と地域の交流を通した有益な情報交換、そしてメンバー同士のですね、国境を越えた相互文化理解につながる大会であるということを分かることができました。その開催意義を込めたですね、この大会テーマというものは何になっているんでしょうか。教えていただけますでしょうか。はい、大会テーマは Once in a Lifetime Opportunity Treasure This Moment 一期一会、この瞬間が宝物であります。このアスパックを通じてですね、この瞬間にしかできない体験、出会い、学びの機会を参加者の皆様にとって一生の宝物となるべく、私たちは開催いたします。はい、ありがとうございます。大会テーマが一期一会ということでございますけれども、やはりこの初大会でですね、このメンバー同士が出会い、そして大きな学びを持って、自分の国に帰っていただく、まあ、これは本当に一緒の宝物につながっていくんではないかなというふうに思いますので、ぜひともこの一期一会というテーマを掲げた堺高石大会を楽しみにしていただければと思います。続きましてですね、この堺高石の地に、アジア中、そして日本全国のメンバーがお越しいただくわけでございますけれども、この大会の魅力について少し教えていただければと思います。はい、アスパック堺高石大会は人物文化情報を能動的に地域と連携を図り発信することで、一人一人が成長し未来の補助線を描けるようなプログラムを取り入れ、 JCI メンバーの民間交流の視点を生かすことができる活動が新たなる街づくりのイノベーションにつながり、その瞬間に他では味わうことのできない大切な時間を共有し、持続可能な新たな時代への変革の起点となる大会といたします。はい、ありがとうございます。まあ、新型コロナウイルスによって国際交流が、寸断されですね、まあ、本当に新たな、新しい時代へと切り替わる変革の起点にしていかなきゃいけないのかなというところを思うんですが、まあ、初大会でですね、この開催される場合、特別プログラムだったり、特別ファンクションだったりするあるが開催されるわけでございますが、まあ、今回堺高石青年会議所さんがですね、検討している特別ファンクションと教えていただければなと思います。はい、
通常もございます、キーノートスピーチ、記者講演ですねがあったりとか、また、海外メンバーとの交流の機会であったりとか、そして最近はやはりビジネスマッチング、ビジネスの機会ですね、国際ビジネスマッチングのを、私たちも掲げて、構築しております。はい、ありがとうございます。まあ、ご参加いただいた皆様、今お話しあった通りですね、まあ、この初回会議の方に参加するだけではなくてですね、まあ、このアスパック境高石大会を通して、まあ、学び大きい大会ではあるんですけども、ぜひともビジネスの拡大も視野に入れてですね、この大会にご参加いただけると幸いではないかなと思います。はい、でやはりですね、この全国のメンバーが、あのアジア中のメンバーがこの大阪堺高石の地に来ていただくわけでございますけれども、まあ、何よりも楽しみしているのがこの町のことだと思うんですね。でまずはですね、この堺市と高石のですね、この魅力、歴史とものづくりや食文化についてお聞きさせていただければなと思いますが、よろしいでしょうか。はい、堺、まずはですね、この堺の町というのはですね、中世に国際貿易が盛んに行われて、人のもの文化が交流して、世界的にも数少ない独立した自由自治都市と、なっております。その時に、形成されたエゴー州と呼ばれる商人が、独自に民間外交をで発展した町となっております。そしてまた高石市は堺仙北臨海工業地帯の地区として、発展を遂げる中核都市となりました。この町には自転車であったり刃物であったり、また茶の湯文化がすごく根付いております。そういった町でございます。はい、ありがとうございます。本日撮影している日なんですけども、私この堺の地にですね6回目の足を運んでいるわけでございますが、まあ、歴史とものづくりの街だなというところ、いうふうに感じているんですけども、やはりですね、あの全国のメンバー何よりも楽しみしているから、この街の食文化ですね、これぜひとも教えていただければなと。私もすでにもう何度も堪能させていただいておりますけども、教えていただけますでしょうか。はい、堺市、市高石市は、もちろん大阪府の中にございますので、粉物文化がすごく根付いております。それは、皆さんもご存知の通り、堪能できるかなというふうに思っております。堺市独自の食文化としましては、せいろそばというものがございまして、一風変わった、おそばとなっております。それ以外にもこの大阪湾ではアナゴが、たくさん取れまして、アナゴ寿司も有名でございます。また茶の湯文化がありますので、和菓子のお店がたくさんたくさんございます。そして最後に極めつけは、魚市場の方で、天ぷら屋さんがすごく軒を並べております。しかもその天ぷら屋さんが、夜の12時ぐらいからオープンするということで、夜中の12時ぐらいからオープンするということで、飲んだ後の皆様の締めにすごく刺激を、胃袋を刺激する、文化となっております。はい、ありがとうございます。私もですね、ラーメンではなく天ぷらで締めるという初めての経験をさせていただいてます、させていただきましたけども、まあ、本当に美味しくてですね、中身もほわほわで熱々の、天ぷらをですね、ぜひともラーメンではなく天ぷらで締めるこの堺高石の地、食文化も楽しみにしていただければなと思います。そしてまたせいろそばと、あと堺アナゴです、はい、もありますので、まあ、ぜひともですね、お昼から夜まで楽しめるこの堺の地にてお越しいただいて、現地にて楽しんでいただければなと思っております。続きましてですね、まあ、時間も来ておりまして、最後に対実行委員長のですね、このアスパック堺高石にかける熱い思いを全国のメンバーの皆様にお届けいただけたらなというふうに思っておりますので、実行委員長よろしくお願いいたします。はい、本当に今の時代は予測できないニューノーマルな時代ではございますが、アジア諸国の JCI メンバーと強固なパートナーシップを構築して相互理解を得るために、茶道の心得での一期一会の精神で、おもてなしの心と誠意を尽くす気構えで、国境的な世界平和の実現と安心安全な街づくりを向けて私たちは進んでまいります。今年5月26日から29日までこの堺高石の地でお待ちしております。はい、ありがとうございます。ただいまですね、この大会実行委員長をはじめとする JCI 堺高石メンバー一同ですね、皆様をお迎えするために大会を構築しております。ぜひとも、現地まで足を運んでいただいてですね、この堺高石大会を、楽しんでいただければと思います。本日はですね、石油実行委員長誠にありがとうございました。改めまして2022年度は JCI アスパックが4年ぶり
日本大阪堺高石の地にて開催されます。現在 JCI 本会と大会実行委員会、そして我々 JCI 日本がしっかりと連携を図り、全国のメンバーの皆様にとって一期一会となる素晴らしい大会を構築してまいりたいと思っております。ぜひ全国の会員の皆様のご参加をお待ちしております。それでは最後にシュプレヒコールで終わりたいと思いますので、大会実行委員長よろしくお願いいたします。はい、それでは参ります。一期一会。京都会議 Beyond the Border アスパックでつながる世界との可能性を終了いたします。ぜひ皆様と JCI アスパック堺高石大会でお会いできることを楽しみにしています。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。 Thank you very much for your attention. Goodbye.